確かに今そのムーブ強そう。なお殺され続けるもん。用意周到すぎだろ。いやマジでバルキリー大キャリーじゃねこれ。ランク漏れたらでも本当あれでいいかもな。この戦闘すごいな。初めて見たわこんなの。G7、 まあダメではないけど、わざわざ持つことじゃないんじゃない。まあでもなんかスナイパーライフル強いよな。 DMR がなんか昔のチャーライみたいな立ち位置で、スナイパーライフルは今結構ワンピック取るための兵器みたいな感じになってるから、ソロはスナイパー持った方がいいのかもな。ボルトとプラウラー、まあさすがにプラウラーな気がするけど、まああんま変わんないっしょ。ボルト当てやすいし、その代わりプラウラー当てにくいからね。パッドだとプラウラーめっちゃ当てやすいんだけどな、キーボードマウスだとめっちゃプラウラー当てにくいわ。なんかすごい独特な感じするよ。パッドだとめっちゃ当てやすいんだけどな、プラウラー。腰打ちでババッババッって打つだけで結構溶けるイメージあるんだけど、まあでも別にボルトも当てやすいか。ボルトも強いもんな、パッド。パッドの方が強いってことか。なんでも強いけど、瞬間火力は多分あれじゃない、プラウラーの方が強いんじゃない。全部当たれば。あ、いる。強敵を確認。いい奇襲だな。賢っ。なるほど、そのためのバルキリーな。賢いな。確かに今そのムーブ強そう。賢いけどな、ファイトが弱いからな。ブーストで上取れるけど、それだけだもんな。アイテム強くなるわけじゃないし。あ、いや、いるやん、もう。やば、こんなチームだ。同じ構成の中か。やばおかしいだろ。キルポイントこれあれだろ、プレゼントしてるだろ。いやこれでもこのムーブ強いな。なお殺され続けるもん。用意周到すぎだろ。すごいな、何でも用意してるじゃん。もう何でも用意されてる。すごい天才だ。あーマジかやれなかった。あーもう取られてるな。センチネルの音するわ。あー出た。もう好き嫌いしないで練習するしかないな、弓矢。マジか。あっ、こっちを行くわよ。光線中。ノックダウンシールドを発見。レベル4。今シールド終わったよ。待て、回復中だ。私の今のは忘れてくれ。ドリルが火を。あそこに敵がいるぜ。ノックダウンシールドを発見。レベル4だ。いやマジでバルキリー大キャリーじゃねこれ。あっちにでけ。血を大きく開けな。ドリルで治療してやる。ゴキブリのシールドを割った。撃たれてる。そう、撃たれてるわ。シールドをチャット。ヒヨコに攻撃されてる。攻撃開始だ。こっちのシールドを割った。シールドをリチャージする。まあ、大事な時に当たらんの。敵のシールド終わったよ。何やったのこいつ。え、何やったの。こっちにケアパッケージ。動けなくなっちまった。撃たれてる。ドリルを使う。シールドリチャージ中。シールド終わった。ドリルで穴を開けられると言ってやるぞ。シールド
リチャージしてるところよ。リロード中。動けねえぞ。撃たれてるわ。あ、ちょっと待って、やばい、スコープが。シールドをリチャージしてるところよ。こっちにケアパッケージ。撃たれてる。撃たれてる。シールドをチャップ。動けねえぞ、ミッション。攻撃中。ナイス。うおほ、天才ワルキリーキャリーだった。この戦闘すごいな。初めて見たわこんなの。いやバトロワだな。そう考えるといいバトロワしてるわ。いい調整なんだな。前ではないもんな、こういう戦い方。ランク漏れたらでも本当あれでいいかもな。結構良さげな戦い方では。おら、お前らのために。あ、マジか。どこでシールドを割った。リロード中だ。やば。敵のシールドを破壊した。シールドリチャージ中。リロード中だ。シールド終わった。敵をダウンさせて。撃たれてる。さあこれで部隊は全滅だ。なんだこれ、登れね。撃たれてるわ。シールドをリチャージしてるところよ。武器が共に撃たれてるよ。敵のシールドを破壊した。残り10秒。めっちゃかぶってる。最後、ぐっちゃぐちゃだった。ナイスー。ありがとうございました。そこは2連か。でかっ。2連チャンピオンでかっ。342えぐっ。あー、キル上限の調整でマイナス72されてるんだ。これか、なんか消費税とか言ってたの意味わかんなかったけど。